こんにちは。ナビゲーターのフォワード講師ひろこです。石渡誠の Language Teaching Revolutions 第14回目の今日はブーストキャンプの効果について、受講生のコメントなども加えながら先生にお話を聞いてきました。それではお楽しみください。先生、ブーストキャンプもうすぐですね。そうなの、もうあっという間に9月、ね、9月のそうね、2週目1週間やって、それでバーッと丸1日やるんですよ。ブーストキャンプは出るといいという噂まあ出るといい噂って一生懸命広めてんだけど分かるように僕は伝えてんだけど、うん、なかなかね、出てくる人は100人ぐらいね、最近来ていただいて、うん、やっぱりいいって、もうリピーターが多いよね。9割方リピーターだもんね。いやすごいですね。いや、オンラインで何時間でしたっけ？まあ、今オンラインだけでやったからね、まあ、10時から6時だから。10時から6時オンラインすごくないですか？もちろん目を休めてとかね、うん、しながらやったけど、まあ、でもね、世の中にはね、結構世界では熱意を入れたセミナーでね、1週間ぐらいやってるとこもあるしね、寝ずに。あ、オンラインで。それは何しても、うん、オンラインで寝ずに、ね、寝る時間もないぐらい、この10時から6時とかいう可愛い時間帯じゃなくて、まあ、いろいろありますね。海外のだとありそう。うん、そう、あの、うん。日本でもあるかもしれないけど、真剣にやろうと思った時には、うん、ある時はね、こう時間バーッとまとめてやるっていうことで、盛り上がる力ってあるよね。うん、そうですね。で、年に3回ブーストキャンプって、まあ、ブートキャンプからブーストキャンプに名前を変えたんだけど、エネルギーアップの時間、気持ち的にね、また気持ちだけじゃなくて、英語を勉強するという行動力に、その終わった後の行動力につながるし、もちろん結果も つながるよね。それだけ集中してやるとね。それでも少ないのでね、1週間前から毎日、40分間ぐらいの講義もやってるわけですよね。で、1週間ぐらい通してやると、結局ね、うん、この間面白い話を、ついこの間聞いたんだけど、ある人が、はい、M さん、むつみさん。言っちゃった、名前。いやね、彼女がね、いや、すごい熱心で今、僕のクラスもよく来てね、で自分でスピーチして直されるの楽しみに、本当にね、素直にね、頑張ってやってる方がいらっしゃって、でブーストキャンプも今回3回目ぐらいだから、なんでなんかそうやって出てるんですかって話をちょっとした時に、で実は1回目すごいショックだったんですって言って、はい、でこっちでその方がショックで、何がショックだったのって言ったら、私はなんか人に直されるのが嫌なタイプで、あ、うん、判断される、誰でもそうだけど、なんか人に判断されるの嫌だから、うん、なるべくみんなと勉強しないのが好きなタイプで、英語も個人レッスンしかやったことなくて、うん、でブーストキャンプになんか分かんないけど出てみたら、最初からなんか先生にダメ出しされて、ね、こうしろあしろって、で僕だけじゃなくて生徒同士でみんなこう励まし合って練習し合って、アドバイスし合うわけじゃない、そういう時間なんですよ、うん、だから楽しいんだけどね。うん、でも彼女は初めてだったから楽しさ感じなかったと、うん、もう最初のね、やったところなんか心が沈む感じがしたとところがですよ、うん、ところがそれがね、なんでじゃあ2回目3回目って来てんのって言ったら、自分がすごい成長、英語力が変わったって実感があったって、うん、それが楽しみにつながったと。なるほど。うん、で本当に、ね、それ話聞いてて、ね、何かの人話したんだけどね、本当って言ってね、もうある人はね、私がこの英語勉強ここでしてるのはね、むつみさんの成長を見ててすごいなと思った、その秘訣を知りたくて勉強してる。そうなんですか。そう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 、だから私もブーストキャンプ出てるんで、もう全然ブーストキャンプの前と後では英語は全然変わったから、うん、なんか意味があるんじゃないかと思って、私も参加決めましたみたいな人いてね。なんか得られるんですね。そう、毎日みんな忙しいからね、勉強一生懸命しようと思っても、うん、しててもそんな時間取れないじゃない、はい、だからこうバーッと集中的に1週間ぐらい、頑張ると違ってくるよね。で違う自分の英語のレベルになると日々の勉強もまた変わってくるっていうことですよね、うん、プレップ期間っていうんですか、うん、本番の日の前の前々週の前の週の練習、うん、あそこで結構かなりみんなで練習して、うん、グループにしてね、先ほど100名ぐらいって言ったけど、グループをいくつも作って、でグループ内で練習する時間も設けてるわけじゃない、うん、まあ、日々
毎日忙しい中勉強する中ではなかなかみんなと勉強するって時間も取れないけど、ああいうところではね取れて、でクラスとか、まあ、まだ会ったことない人たちとも一緒に会って勉強することの楽しさね。そうですね。ある人こういうことも言ってた、ただ楽しいだけじゃなくて、まあ、リーダーもすごいしっかりして学べるし素晴らしいなと思うけど、さらに素晴らしいと思ったのはこの人が言ってたのね、普通日本人って悪いこと言わないじゃない、なんかおべっかみたいな、オッケー素晴らしい素晴らしい、でもこの練習会ではね、ブーストキャンプではみんな的をついたコメントするんだって確かに素晴らしいんだけど、ここがもっと伸びるんじゃないとか、それを包み隠さず、私は聞いててそう思うよって、私もできるわけじゃないけど聞き手として聞いてたら、ここがもっと惜しいなっていうか、ここなってんじゃないかなと思いましたって、みんな正直にフィードバックくれるのがすごい勉強になって面白い。いやー、ほんとフィードバック力ですよね。愛情あるフィードバックだからね。愛情あるフィードバックって、それがその人にとってすごい勉強になるフィードバックじゃないですか。で、みんな、その上達したいっていう思いはあるから、フィードバック嬉しいんですよね、こうやってもらえると。そう。学ぶ、ね、ヒントをみんなで与え合ってる感じがするから、素晴らしいですよね。それが楽しみでリピーターもね何回も来てる、だってだからそういう場に、はい、でも最初にやっぱ来ないと分かんないね、最初に来る勇気、まあ、いろいろできない理由を挙げたら何事もそうだけどあれなんだけど、まあ、ちょっと言いたいのはどんな人でも来てで、まあ、そこで、勇気ももらって刺激も受けて必ず学び多いものがあるってことを信じてきてほしいよね。はい。それで、まあ、1回目だからできることできないことあるかもしれないけど、またねやる気になって高まったら他の多いリピーターとともにやっぱり、年に3回ぐらいやってるから続けてきてほしいなと、あとはブーストキャンプの後にマスターコーチングってのやってるんだね、このマスターコーチングの意味もこの間参加者の人がいろいろ教えてくれた僕になるほどって、教えてたあれだけど、いろいろな学びをみんなねそれぞれ感じてることは違うんだけど、ブーストキャンプはたった1週間、マスターコーチングは6週間ぐらい、まあ、1ヶ月半から2ヶ月やるんですけど、熟成期間だってあ、なるほど、ワイみたいな、熟成させられる、自分の中で、ね、熟成させる時間なの、でもちろん先生からアドバイスを受けて、いろんな先生からのアドバイスで、勉強する人もいるし、ある同じ先生からのアドバイスを聞いてもちろん高めようという時期もあったりとか、いろいろみんな工夫してるみたいだけど、要は自分なりの朗唱できるようになるための期間だと。なるほど。まあ、もちろんそれを目指してるんだけどね、ブーストキャンプでは今だったらアマンダ・ゴーマンソンの言ってるような同じような言い方で迫力で言えるような形で練習してるけど、マスターコーチングを通して自分なりの話し方を練習できる、それからもちろん身振り手振りも含めてね、最初から最後まで、自分の朗唱を完成させていくための熟成期間と。なるほど。熟成期間っていう言葉は私なかったな。そうか。確かにそうですね。自分と向き合ったりとかして自分なりにやっていくんですね、そこで。で、個人、指導だけじゃなくてみんなの前で発表する機会を得て、舞台使って発表したりとかして、やっぱりそれがね、普通にない感覚、日常ない、プレッシャーと楽しみと喜びと得られるっていうので、あとブーストキャンプ終わっても同じメンバーで個人的にっていうのかな、自主練をしてるっていうのも聞きました。その通り、まあ、だからそのブーストキャンプだけで1週間で終わらないんでね、その後もみんなで、練習しませんとか言ってね、オンラインで練習している、まあ、そういうものも通す、それからマスターコーチングでやっぱり先生からも、そうですね、うん、そこからファイナリストとかが選ばれると、その色で分けてるじゃないですか、チームイエローに、ありがとうみたいな、いいですよね。そうそう、最終的にねみんなチーム全員がこう応援して、練習し合って、誰かが選ばれて最終舞台に立ってコンサートに最後に立った時に、おめでとうみたいなのもすごいもんね、いいですよね、まあ、そういう学習環境も日本では絶対必要だから、英語に対してね、英語嫌いじゃなくて英語好きな人たちがたくさん増えるよね。ねえ、できる人もできない人も。次のブーストキャンプいつでしたっけ？
9月19日です。9月19日です。そうですね、締め切りがせいぜい1週間ぐらい前には決めてもらわないと、グループ作ってる、チーム作ってるのは作れなくなっちゃうのでね、まあとりあえず9月5日までには申し込んでもらうと、チーム分けしようと思ってるから、それ目指して、はい、はい、じゃあ9月5日までぜひマスターコーチも含めてね、来てもらうとね、はい、全然これからの勉強も変わってくる。老症だけじゃなくて、老症プラスアルファのこと気づきもあるから、そういう機会に9月ブーストキャンプ、それから10月までマスターコーチに続きますからやってもらいたいなって、11月に発表会。はい、ありがとうございます。それでは、それでは今日はブーストキャンプについてちょっと語りました。はい、Thank you for listening。ブーストキャンプについての話いかがでしたでしょうか。受講生のね、むつみさんのマンツーマンで今までやってたけれども、ブーストキャンプ受講後の変わったという率直なエピソードが印象的でした。仲間同士で集中して一気に学ぶ時間が、その後の英語学習をブーストアップしてくれるこの時間、ぜひ英語学習のエネルギーチャージにご参加ください。それでは、Thanks for listening and happy learning!